じゃあ入ってますかね、これで。じゃあ、お久しぶりです。森健ぶどうチャンネルです。今日はですね、久留米道場の井上六段に、ご出演いただきます。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ヨガもされてると思うんですよ。はい、ヨガと、あとカポエラもやってます。まあ、合気道が一番長いですけど。いや、すごいしなやかな合気道をされるので、今日は勉強させていただきます。こちらこそ、よろしくお願いします。はい、じゃあもうそのままちょっとね、メインは後の方がいいですね。ああ、じゃあ休憩挟んで。あ、はい、ちょっとだけ向こうに。あ、はい、はい、ではここからは井上さんが再度受け身を取ってくださったので、ちょっと実況していきたいと思います。あ、前受け身超柔らかいですね。なぎみたい。後ろ回り受け身、小手返しで飛び受け身。いや、すごい高立ちそう。いや、ほんと受け身やばいですね。めちゃくちゃうまい。復帰も早いし。あ、来ますよ、飛び滑り受け身いや、ほんと井上さん、飛び出したら手使わなくても立てるんじゃないですかね、バキみたいに。いやー、ほんと身体能力が半端ないですね。いや、ほんと私の理想の一つですね。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた。